ンネル。DYM 人事部熊谷です。 DYM 島袋です。伊藤夏樹です。カモンです。島袋と学ぶ就職活動、イエイ。徐々に島袋さんも成長していただいているというところで、ありがとうございます。はい、立て続けに次のテーマに行きたいなと思います。お願いします。はい、前回ですね、日本の会社売上トップ10、あと上場企業全体の役員の方の学歴というところだったんですが、今回ですね、最近上場した、新興上場ですね、したマザーズ上場企業の役員の方の学歴というところをちょっとまとめてまいりましたので、こちらご覧ください。はい、会社のラインナップこちらです。ご覧の通りになっております。で、学歴ですね、役員の方の学歴が1位慶応、2位早稲田、そこから一橋、中央、東大、青学、同志社というふうに続いております。はい、前回ちょっと扱った日本の企業トップ10ですとか、上場企業全体というところの統計と比べると少しこう若干スペック落ちはしているなというところではあるんですけれども、ちょっとこちらご覧になって鴨本さん、いかがですか？そうですね、まず3億でも上場できるんだよねっていう感じですね。売上水準で言ったら僕も上場できるのかなと思っちゃったりとかみたいな、はい、まずそれが最初の目に入ってます。確かに、はい、3億すごいですね。うん、で、学歴で言うと、はい、総計が多いですね。だから多分一橋とか東大とか、はい、そっち行った人はわざわざリスクを負う必要がないんですよ。それでクラスだと、はい、やっぱその大企業でやっぱ持ち上がっていくのは大変なんで、そうっすか。ベンチャー企業で一旗あげるしかないっていう感じになるんじゃないですか。そんなことないですか。多分一般的な感覚でいくと、マーチぐらいまでの方は多分今のお話にはまるかなと思うんですけど、なんか総計以上、総計行ってたら全然一流企業でも戦ってけんじゃないのみたいな感覚の方、多分視聴者の方多いと思いますけど、この数の差でもしかするとあれですかね、母数の差かもしれないですね。学生数やっぱ総計人数結構多いじゃないですか、国立と比べると。ただこれも多分数字のマジックとか結構あって、はい、なんか CFO とかその上場前にゴールドマンサックスとかから、はい、引っ張ってきますね。引っ張ってきて役員に入れて、で上場の時にみたいな、そういうのも多分入ってるんで、実際創業時から一緒にやってますみたいな、人だけで言うと、もっとなんか数字のバランス変わりそうですけどね。そうですね、確かにこうおっしゃる通り、こう上場直前のタイミングでこう外部から、ブレインだったり人員引っ張ってきてっていうのは本当にこう、上場あるあるですので、そういったところも鑑みると、外部から取ってきた中途採用の人がかなりここの多くを占めているっていう可能性もあるかなと思いますね。はい、メルカリとかちょっとでかすぎるんで、参考にしづらいんですけど、はい、数十億クラスみたいな、はい、でも上場できるって考えると夢ありますよね。さっきのその中途採用みたいなところの話ですけど、やっぱりこう上場準備期間ぐらいから上場後までのところでこう一緒にご仕事されて、でちょっとこうストックオプションとかもらって、上場後は抜けていくっていうケースもやっぱりあったりすると思うので、比較的こうやっぱり拡大目指していったりとか、これからもっと育てていこうっていうベンチャーは、やっぱりこういわゆるアーリーステージの時に入ってきた新卒っていうのをこうしっかりと養殖につけていって、それこそビジョン浸透、理論浸透、理念浸透もそうですし、会社をこう作っていく上での骨組みにこう新卒出身者を割いていくっていうのはかなり王道の手法だと思うので、やっぱりこういったところを狙って就職活動していくっていうのも非常にこう面白いかなと思いますけどね。でも、これ言うとちょっとあんまりかもしよくないかもしれないですけど、はい、新卒で入ってストックオプションもらえるケースって多分そんなに多くなくて、そうですね、本当にちっちゃい時に入ってか、それこそ執行役員クラスまで上がっていった人とかですかね。で、上場を目指している会社の大半は上場をまずしないんですね。実は上場するからとか目指してるって言ってる経営者は死ぬほどいるんですよ。いますね。けど実際上場できる人なんて100人に1人とか、多分そういうレベルなんで、はい、基本上場するからっていうのは信じちゃダメなんですよ、新卒は。仮に上場したとして、そこの社員が得するケースっていうのは、はい、基本的には株を持ってる場合だけ。で、株を持ってたとしても、その株を上場直後に売れるかどうかっていうのが、まず売れないケースが多いし、売れたとしても
意外と大した金額にならないみたいなこともあるんですね、うん、はい、それこそ株を 0.1% やるって言われて、はい、時価総額が分かんないけど上場直後にじゃあ50億円の値段がつきましたってなったら、500万円ぐらいですね、はい、500万ってそのストックオプションがあるから本来年収800万もらえるところをなんか500万ぐらいで頑張ってたっていうんだったら、うん、その500万って税金の話とか一旦置いてたら2年ぐらいで回収できちゃう話なんで、はい、だったら株いらないから最初から800万円給料くれよっていう話にもなっちゃうんで、はい、意外とそのストックオプション狙いで入社するっていうのは良くなくてですね、うん、ストックオプションがもらえるケースっていうのは大体力をつけて創業メンバーで中途同士で新しい会社作るとか、うん、そういうケースに限りなんで基本的にストックオプションを付与する場合はその分給料下げられるケースが多いので、はい、まあ新卒の時からこの上場したらこの株式ですげえみたいなっていうのはまあ期待しない方がいいんじゃないですか、うん、はい、一攫千金ベンチャードリームは簡単じゃないぞと。そうですね、はい、上場っていうのはまたいろいろフェーズがあるんですね、はい、まあ、もうご存知だと思うんですけど、そうですね、監査法人を入れて、はい、その会社がちゃんと上場できる体制かどうかとか、うん、収益性がちゃんとできてるかとか、それぞれのクライアントさんとか取引先と全部契約書を結んでるかとか、労務がしっかり、うん、きれいになってるかとか、はい、っていうのを全部チェックされて、でなんかこう最低でも3年ぐらいかかるんですよね。そうですね、はい、その3年のうちに大体脱落するんですよなんでかっていうと、その監査法人を入れてる1年間で、まあ、会社の規模にもよるんですけど、最低でも数千万とかかかるんで、はい、重いんですよ、ベンチャーからすると、うん、その数千万毎月毎月上場できるかできないか分かんないのに払い続ける、はい、で結局数字がちょっと傾いたりすると監査法人代がちょっと圧迫して、うん、きついって言って一旦ストップみたいな、はい、そんな会社ばっかりなんですよ。多いですね、はい、うん、なんでそもそも監査法人を入れずに上場するって叫んでる人はもう当然論外なんですけど、うん、上場監査法人入れた段階で上場を目指してるって言っても入れたばっかりだと大抵は途中で挫折したりとかするん で、はい、でしかも上場直前の時ってそのもう上場直前っていうことを経営者はあんまり人に言わないんですよ。言っちゃいけないですからね、はいはい、上場するっていうことを言えないから。なんで上場するって言ってる人は結構上場しないんですよ、逆説的に、はい、なんで、まあ、新卒そこら辺を踏まえて選ぶっていうのは結構ハードル高いんですけど、上場ドリームで引っ張られて給料下げるぐらいだったら最初から株はいらないから給料くれって言って、うん、で力をつけてちゃんと、まあ、自分で会社を作るとか一緒に創業メンバーから加わるとかっていう感じがいいんじゃないですかね、はいはい、まあ、そうですね、こういったところもそうですし、株主構成のところもそうですし、前回別の動画であったような業績だったりとか、まあ、こういったところをしっかりこう視野広くですね認識していただいて就職活動されるといいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、じゃあ島袋さんいかがでしたでしょうか。大変勉強になりました本当に原点回帰だからやばいっすね島袋さんのコメント力はい、じゃあ本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。